皆さん、こんにちは。先日離婚した羽生結弦さんが元妻の末延真由子に、なんちゅう男と呼ばれる真相が？一緒に見ていきましょう。羽生結弦が11月17日、スタッフ公式 X アカウントにメッセージを掲出。私は一般の方と結婚いたしました。互いを心から尊敬し、大切にしていく覚悟を持って結婚いたしました。それぞれを守るために、様々なことを考えながら共に乗り越え、過ごしてきました。そんな生活の中で、お相手は、家から一歩も外に出られない状況が続いても、私を守るために行動し、支えてくれていました。とした上で、私が未熟であるがゆえに、現状のままを相手と私自身を守り続けることは極めて難しく、耐え難いものでした。お相手に幸せであってほしい、制限のない幸せでいてほしいという思いから、離婚するという決断をいたしました。と発表。またこのメッセージの中で羽生は、お相手やその親族のほか自身の親族、関係者に誹謗中傷やストーカー行為があったことも明かした。11月17日、公式 SNS で離婚を発表した羽生結弦。8月4日の結婚発表からわずか101日での離婚だった。元結婚相手の A さんは、羽生より8歳年上の元バイオリニストだ。結婚後は、羽生が拠点を置く、宮城県仙台市で暮らしていたとされる。羽生は昨春、仙台市内の高級マンションの最上階にある、隣り合った2部屋を購入した、1部屋1億円はくだらないその部屋を、羽生はキャッシュで購入している。1部屋には羽生の両親と姉が暮らし、もう1部屋で、羽生は新婚生活をスタートさせたようだ。A さんはそこで息を潜める生活を送っていたという。もともと、A さんはバイオリニストとして CD を出し、有名アーティストとの共演経験があるなど、ステージ上でスポットライトを浴びてきた有名人だった。しかし、羽生との結婚を前に自身の SNS を削除するなど、表舞台から身を引いた形にして、羽生結弦の妻、となる並々ならぬ決意を見せていた。潜伏生活への覚悟も持ち合わせていたはずだ。だが、A さんにとって結婚生活には別のハードルがあったようだ。羽生の才能を信じ、数えきれないほどの犠牲を払いながら、全力でサポートし続けてきたのは羽生の母だった。姉が先に習っていたこともあり、喘息持ちだった羽生のために、屋内で誇りが少ないスポーツとして、フィギュアスケートを選んだ。食が細く、喘息もあったため、健康管理はまず食事から、食材も味付けもすべて、お母さんが OK したもの以外。彼は口にしませんでした。おまけに敏感肌で、皮膚が弱かったり、犬猫などの動物アレルギーがあったりしたので、身につけるものの素材はもちろん、クリームなども決まったものしか使わなかったんです。晴れて結婚した A さんが、伴侶として羽生を支える役割を担おうと、意気込んだのは想像に難くない。前述したように、彼女は表舞台にも一線を引いた。にもかかわらず、始まった新婚生活は、想像とは全く異なるものだったようだ。アスリートの体は繊細です。指先まで神経を尖らせて演技をする。羽生さんであればなおさらでしょう。目にするもの、口にするもの、触れるものすべてに気を使わなければなりません。そして、羽生さんの体のことを隅から、隅まで知っているのは、彼のお母さんです。しかし、結婚後、A さんに対して、お母さんから食事の献立や食材、味付けなどについての指定やアドバイスは、全くなかった。隣の部屋に住んでいるのに、それまでの羽生さんを支えるルーティンの助言もなく、看無視だったというんです。最近は、アスリート妻が食にまつわる資格を取得し、パフォーマンスを支えるケースがよく聞かれる。A さんも、そういった再像を描いていたのかもしれません。しかし、蓋を開けたら食事をはじめとする、体調管理も一切させてもらえない。プライベートといっても、アスリートの生活はストイックですが、そこには関われない。しかも、深夜の練習に帯同するのは、羽生さんの両親と姉だけで、自分の出る幕はない。羽生は今年8月4日に、この度、私、羽生結弦は入籍する運びとなりました。と、結婚を発表したばかり、それから、わずか105日での電撃離婚となった、結婚発表の際、羽生は新妻の、プロフィールについては一切触れず、お相手が誰なのか長らく明かしてこなかった。
9月19日、山口県周南地区の地方紙、日刊新周南が、羽生の結婚相手が、地元出身のバイオリニスト、末延真由子さんであることを初めて報じた、オリンピックに大会連続金メダリストであり、数多くのファンを持つ世界の羽生だけに、その相手がどんな人であるかに、世間一般の興味が集まるのは当然だった。結婚相手が、羽生と共演したこともあり、テレビにも何度も出演したことがある。末延さんであることがわかると、ファンからは大きな反響とともに祝福の声が上がった。ニュースポスト7の取材に対して、同紙の担当者は当時、発表の時点で、結婚相手が末延さんであることは地元の人々は知っていましたよ、と以下のように語っていた。地域振興に随分貢献していただきました。私も何度か取材したことがありますが、上品で気さくな良い方です。地元の人々としては、羽生さんとご結婚されたのはびっくりだけど、あの素敵な人柄ならそれも納得、という感覚ではないでしょうか。末延さんは山口県高一の出身、山口ふるさと大使として、小学校で演奏するなどの活動を行い、地元で愛される存在だった。それだけに離婚が発表された今、地元の人々はショックを受けているようだ。改めて、日刊新周南に問い合わせたところ、前回とは異なる担当者が、たくさん怒りの電話をいただいて、と、現状を教えてくれた。みな、あんなに女房を簡単に捨てる男がどこにいる、と、本当にひどい。何がマスコミのせいだ、バカなこと言うんじゃない、とか、地元の人からは、そういう電話をいただいてます。まゆちゃん愛のあまり、電話口で憤る人もいるという、困るやろ、ねえ、うちら地元の人からすると、彼女はしょっちゅう帰ってきて、子供たちのためにバイオリン弾いてくれたりして、いい子ですよ、それを簡単に捨てられるかなっていうのが地元の声です。地元は皆応援しようってんだから、なんちゅう男じゃって、地元の人々にとってもショックな発表となった。誹謗中傷やストーカーなども迷惑行為。制限のない幸せを理由に、離婚を発表した羽生結弦さん、羽生結弦さんを表して、なんちゅう男じゃ、が X のトレンドワードとして、ランクインし、注目を浴びています。なんちゅう男じゃの真意は何でしょうか。調べましたが、中途半端な覚悟で結婚し、末延真由子さんを幸せにして、やれなかった意味になるでしょう。このトレンドワードを紹介したのは、週刊誌、ニューポスト7。報じられた主要なキーワードは、次の通り、あんなに女房を簡単に捨てる男がどこにいる、本当にひどい、何がマスコミのせいだ、バカなこと言うんじゃない、なんちゅう男じゃ。この感想は末延真由子さんの地元の人たちのものであり、この内容に対し、不謹慎だ。いや納得できる、と、様々なファンの声があるかも、この文脈から察すると、なんちゅう男じゃの意味は、マスコミのせいで愛した女房を簡単に捨てるな、になるかもしれません。羽生結弦さんは、これほど不快なく、覚悟のない男だ思ってもみなかったが、言葉の真意になるでしょう。それだけ今回の離婚劇はショッキングであり、世間を大きく巻き込んでいると言えます。この、なんちゅう男じゃ、発言に対し、世間の反応はどうでしょうか。世間の評価は、次の通りです。彼のイメージをさらに悪化させようとするとか悪魔でしょ。なんちゅうマスコミじゃの間違いだろ。なんちゅう男じゃ、と叩いてる記事に怒りしかない。この言葉に対しては、予想通り、批判的な意見がほとんどであり、好意的な意見は見当たりませんでした。ただ、今回のスピード離婚を考えると、酷評されても仕方がないかもしれません。羽生結弦さんは、中途半端な覚悟で結婚し、末延真由子さんを幸せにしてやれなかったと不満がある人がいてもおかしくないでしょう。羽生結弦さんの離婚劇については引き続きお伝えしていきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。